火事で燃えましたから火は受けてますからもろくなってますから、ただ文化財そのものですからそれを分かるわけにいきませんから、それをもっと残すということで史跡として礎石の上に25センチの砂を埋めまして、で安定地盤を作りました。その上に今度建物の舵を支えるものですから耐圧板というコンクリートの耐圧板を打ちまして、その上にさらに今回新しい同じような礎石を据えてその上に建物が建っているので50センチ近く昔の建物しか高い位置に建っているものですね。史跡とか文化財そのものはそこの保存するということが一番大事だそうでして、物を荒らさないとか掘りたぐって物を見ないとかそういうことが原則だそうですね。建物を置いてあるという発想なんですね。今は現在は丈夫とつなぐことが法律で義務付けられてますけどね。礎石が平滑に切ったものじゃないですから、その自然石を置いてありますから、自然石は凹凸がありますから、それに合わせるように柱の底もですねそれにすり合わせるように、まあ、光付けというんですが、そのような工法を今宮大工もやってますけど、そういう一本一本そのような手法を取って安定させていますね。森林に木材入ってますね。それはまあ秋に切る材料がいいんですが、切っていただいて のぞみでまず保管して、数年間保管していただいて、その後材料屋さんが買われ市場かなんかで買われて、それを持ってみえて、一番は水に浸していくんですね。3、4年だいたい5、6年経った材料を池から上げて丸太を引くと、丸太を引いた時ですね、もう今だいぶ実感したんですが、良材が取れるかどうかもう丸太を引いてみないとわからないということで、節があっと思った時に節が出ちゃうともうその材料使えないということで、やっぱりそのリスクもありますからね。ということで設計上はものすごくいい材料、もう当初の材料と同じ仕様で作ることにしておりますので、なかなかその材料の調達に至るまでですね、何回も取り替えとなりまして、だいぶ時間がかかっておりますね。木曽ヒノキはもう地元の業者さんが調達していただいてます。だから木曽ヒノキだけではできませんから、こんだけの事業国内産ということで、あと主にはですね吉野の材を調達しております。加工はですね、本来は大工さんの工場かなんかで作るんですが、今回のここは名古屋市はですね技術を伝承するということでして、現場の中で加工場というのを設けまして、そこで市民の方に見ていただきながら加工しております。継ぎ手と仕口というんですが、部材と部材をつなぐ継ぎ手ですが、仕口というのはそこでコーナーに当たったりなんか、その加工ですね、その材料昔ながらの工法でそれを加工するのが大変だと思いますね。もちろん一般的な住宅ですと直線なんですね。ただ御殿とか社寺建築などで曲線部分が出てくるんですね。その曲線出すのはですね、普通の設計図ではなかなか表現できないんですね。加工場の隣にですね原寸場というのを設けてありまして、そこで原寸台に定規を作ってですね、その定規を木材にあてがって作るようなことをやってまして、大変な作業をやってます。壁塗って最終的に漆喰で仕上げるんですが、竹の小舞といいまして、ね、竹の下地を組んでですね縄を巻いてですね、そういうことでなかなかこういうことを今できる方はですね、また特にこの文化財相当といいますかね、歴史的建築物のそういう作業に携わる方がそういっぱいいるわけじゃないですかね。たまたまこの近くにそういう経験の方が会社がありますから、その方に今やっていただいて吟味しながらやっております。これだけの新築の建物に全ての金物を新しく作って作るのは初めてだと思うんですね。だから全国でもなかなかできる方も見習うもんですから、今回京都の金物屋さんと日光の金物屋さんにちょっとご教授いただいて、さらにですね先ほど言った地元の業者の育成ということがありますね。名古屋からも参加していただいて、木工事なんとか終わって3期の上洛殿がもっとすごい金物がつきますから、これからもっと技術を磨いていただいて、なんとか頑張ってやっていただけたらと思っとるところですね。中野口部屋というのが部屋があるんですが、そこの部分は当初にですねこけら葺きが始まりまして、佐原であったということが
大体記録にあるものですが、でまあサワラでやりましょうということで、一部はサワラと他の炭材とは別の材料が入っているんですね。長さが1尺5寸45センチで、厚みが3ミリですね。で幅はですね8センチ以上のものを使う、まあ、幅はあの取れる材料が広くなった正方形という、それをあのスライドさせながら貼っていくんですね。3センチピッチに貼りますから15枚ですね、重なり厚いところで4センチ5ミリの厚みの屋根材が拭いてあるということですね。ただあれにですね、その追加の塗料をつけてなんかするとやっぱり復元にはなりませんから、まあ、昔のままということで委員の方にご指導いただいてやって、まあ、30年はなんとか持って、またその後あの吹き替えということになろうかと思いますが、まあ、吹き替える時もですね、その材料をまた次の方に伝承していただいて、吹き替えの工事やっとること自体がもう技術の伝承で市民の方に見ていただくことも大事かなと。若い人で5年経つんですかね、減数ですね、現場だけど一人前になった人が出てきたということで大変喜んで見えたという話を聞きまして、こういうのはどんどんうちの会社でも伝えてやっていきますという嬉しいあの意見をいただいております。まあ、木材もそうですが車間もそうですが、やっぱり地元の方に担当していただかないと技術伝承できないし、またこうメンテがあります。これから何十年何百年先まで技術を伝承していくためにも地元の利用者にできれば活躍してほしいなと私も思っております。まあ、日本の国宝一門だったら建物ですから、それをこの福建長野地方でできるなんて大変嬉しいなと思ってますね。